一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。僕の未来も過去から何もかもあなたで見知れば後悔はないよ。生きてる証気づくと心を震わしてで、みんなで必要ないの。身の色を惑わして、正義と悪など揺らいでしまうほど生き急いでいたエドロールは、きっと神様の苦手ないたずら、汚れ役だろうと意図はないよ。踏んだらけお互いのため、お話とせくらめ、身の皮一枚瀬戸際に剥がいてちゃしらしらしいね。ひとひらの思いを届け届け、めぐらせて一時に見つめます。わけなんて必要はないの。僕の未来も心も体もあなたにあげるよ全部。